第2弾、この曲は昔ね、なんかのテレビで、世良公則さんが、エレキ一本で、多分この曲はこれから50年経っても100年経っても残っていくでしょうっていうことで、まさかの、ロックバージョンで、世良さんがその番組で歌ったんですけど、めちゃくちゃかっこよくて、知らず知らず歩いてきた細く長いこの道、振り返れば遥か遠く降る桜が見える、それがずっと頭に残ってて、で、なんかの時に YouTube で出てきたんですよね。で、なんか、もう20年、25年ぐらい前だと思うんですけど、その曲が、美空ひばりさんの川の流れのように。あんまり聞いたことない、あんまり聞いたことないんですけど、あれからね、なんかこう自分でカラオケで歌うことはないんですけど、なんかすごくいい曲だなって詩を見ながら思って、たまにね、なんかテレビで作詞が秋元康さんだっていうのを知ってなんかこの年になってくると、こうなんか人生振り返って、なんか心にしみる曲だなって思うことがする。生きることは旅すること、終わりのないこの、愛する人そばに連れて、夢探しながら雨に降らされて、光る砂道でも
ちょっと一回やってみたいなと思って、アコースティックギターでちょっと世良さんのモノマネはできないんですが、世良さんっぽくちょっとやってみたいと思います。ボクシングとかやってるとですね、なんか落ち込んだ時とか負けて悔しい時とか、なんかこの曲の詩を見てるとなんか必死にこう突っ走ってて、なんかもっともっと上行かなきゃとか勝たなきゃとか負けちゃダメだとかってこうどうしてもねこう焦ってる時に、なんかこの川の流れのように穏やかにこの身を任せていたいとかって、もうちょっと焦らずに、そんな悔しいことも辛いことももっとこう自然に身を任せるような気持ちになればもっと楽になるよとか、焦らなくてもいいよみたいな、なんかそんなことを感じる曲かなって。やっぱり僕はこの年になったからそんなことも思えるようになってきたのかなって、20代30代だったらそんなことも思ってないかななんてことも思うことがあるんですけど、なんか20代の頃にそんな気持ちになれたらどうなのかな、なんかそんなこと思ってたらチャンピオンになれなかったかも、なれなかったかもしれないし、それは分からないんですけど、なんか今こう運動しになるとそんなことも思うことも感じることもできるようになりましたということですかね。はい。まあそんなことで、まさかの川の流れのようにやってみました。ご視聴ありがとうございます。